はポーランド生まれのロシア・の生物学者であるイリアメチニコフと並んで、ロシア微生物学の父と評価されている。ワルシャワの貧しい家に生まれた。初等教育は母親から受けた後、ワルシャワの高校で、ポーランド王国の奨学金を得て、サンクトペテルブルクで学ぶことができた。サンクトペテルブルクでは、カール・エルンスト・フォンベヤを中心とする。 バルトドイツ人科学者のサークルの中に入った。彼らの影響で自然科学を研究し、多くの論文はドイツ語で発表された。1846年に信葉樹の成長に関する論文で学位を得た。1846年にエジプトの支配者、ムハンマド・アリーからの近郊の探索のための上ナイルの探検の依頼を受けて、ロシア地理学会は、 コバレフスキーと共にチェンコフスキーを派遣し、チェンコフスキーは植物学、昆虫学の研究をし、1850年と1853年に学術史に記録を発表した。1850年から1854年の間、高等学校で博物学を教えた後、1854年にサンクトペテルブルク大学の非常勤の植物学の 教授に任じられ、2年後教授資格と植物学の博士号を得た。1861年から4年間、植物学の研究でヨーロッパに留学した後、1865年にオデッサ大学の植物学の教授となり、その地域で学会を作り、水産試験場を作った。1872年にハルキウの大学に移り、 1887年まで教授として働いた。様々な微生物、当時の分類での原生動物や、藻類、菌類や細菌、粘菌などに研究範囲は及び、古い分類法での動物と植物の間に明確な境界のないことを認識した生物学者であるとされる。細菌学の分野では1887年に、ハルキューに、 最初の炭素菌ワクチンの研究所を設立した支援区は植物の学名で命名者を示す場合にレフチェンコフスキーを示すのに使われる。ありがとうございます。